ニセ恋がプレイステーションビートのゲームになって登場よ。で、一体どんなゲームなのよ。おいお前そんなことも知らねえのかよ、ったく。そんじゃあゲームの主人公であるこの俺がゲーム内容の説明をしてやるか。プレイヤーは俺、一条楽になって高校生活を楽しむんだ。その中でヒロインたちとの絆を深めていくアドベンチャーゲームらしい。らしいって何よ。あんたゲームの説明してくれるんじゃなかったの。仕方ねえだろ、俺だって詳しい内容聞いてねえし。相変わらず使えないもやしね。お前だって何も知らなかったじゃねえか。私はいいのよ、ヒロインなんだから。で、私もヒロインなのよね。まあそうなんじゃねえの。ってことはさ、もしかして私とあんたがその。は？なんだって。あんたさっき恋愛アドベンチャーゲームとか言ったじゃない。ってことはよ、私とあんたが恋愛的なことしたりするのかしら。ないな。はい、偽物の恋人同士なんだから今さら恋愛なんかしないだろ。むしろどうやって偽の恋人関係を解消するかみたいなゲームなんじゃねえの。それか秀英組と B ハイブの抗争をいかにして止めるかみたいなゲームとか。あんたが恋愛アドベンチャーゲームだって言ったんでしょうが。そんな血生臭い恋愛アドベンチャーゲームあるわけないでしょうが。いってえな、殴るんじゃねえよ、体力が減っちまうだろうが。あんたの体力なんて知ったこっちゃないわよ。体力ゼロでゲームオーバーにでもなっちゃいなさいよ、このバカもやし。だから痛いからやめろって。そろそろ時間もねえし話まとめねえといけねえんだから。もういい、これ読め。何よこれ。ゲームのタイトルだってさ。じゃあせーのでいくぞ。ちょ、せーの、ニセ恋嫁入り。嫁入りって、嫁入り。コナミ